ジルベルト・ジルは、ブラジルのミュージシャン、政治家。音楽活動では、カエター・ノベ・ローゾと共に、トロピカリアというムーブメントを牽引し、MPB の重要人物の一人として評価、されている。ボサノバに影響を受けて、音楽活動を開始したが、その後ロック、ソウル、レゲエ、アフリカ音楽等、様々なジャンルの音楽を吸収していった。政治家としては、 1988年より、サルバドールの市議会議員を務め、2003年から2008年にかけて、ルイス・イナシオル・ウラダ・シルバ政権において、ブラジルの文化大臣を務めたことで知られる。バイヤ州サルバドールで、アフリカ系ブラジル人の家庭に生まれた。父は医師。ジルベルトは1970年代以降、自身が、 アフリカ系であることを強く意識した活動を行うようになる。父の仕事の関係で幼少期をバイア州の農村で過ごし、1950年頃、サルバドールにある親戚の家に移る。この頃にアコーディオンを始め、その後作曲も行うようになる。ジルベルトはバイア連邦大学に進学し、経営学を学ぶ。 この頃、後の名優となるカエターのベローゾも、同じ大学の哲学科で学んでいた。ラジオで、ジョアン・ジルベルトを聴いて、衝撃を受けたジルベルトは、ギターを買って、ボサノバを歌うようになる。在学中には、コマーシャルソングの制作等も行った。1965年、石鹸製造会社への就職を機に、サンパウロに移る。翌年、 エリス・レジーナに依頼され、エリスのテレビ番組のために作曲を行い、ジルベルトがエリスに提供した楽曲、ルーバ・シャオンがヒット。ジルベルト自身もデビューアルバムで同曲をセルフカバーしている。そして、ジルベルトは会社を辞め、音楽に専念していく。1967年、デビューアルバム、ルーバ・シャオン発表。そして、ジルベルトとカエタ・ノベローゾは、 ビートルズのサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドに衝撃を受け、ムタンチス、ナラ、レオン、ガルコスタ等も加えて、トロピカリアというムーブメントを代表するコラボレーションアルバム、トロピカリア・ウパニス・イ・サーセンシーズを発表を。同作は、ブラジル発のコンセプトアルバムとして評価されている。ジルベルトは、自身のセカンドアルバム、ジルベルト・ギルでも、ムタンチスと共演。しかし、 ジルベルトの先進的な音楽は、時に、論争の的となった。1968年、ブラジルの歌謡祭の予選で、ソウルミュージックからの影響を反映した、クタオでオルデムを歌った際、学生たちからブーイングが起こり、ジルベルトは落選。トロピカリアに、好意的だった、新聞記者のネルソン・モッタでさえ、10月14日付の、ウルチマ・オーラシで、この時のパフォーマンスを批判。 一方、10月24日付の小平をや、マニャン神では、好意的なコメントが寄せられた。さらに、当時の軍事政権から、危険人物と見なされ、1968年12月27日、ジルベルトとカエターノベローゾア、理由も、明らかにされないまま逮捕された。二人は、1969年7月20日から21日に、かけて共演ライブを行い、 間もなくロンドンドに亡命した1970年、ワイト島音楽祭に出演。亡命先のロンドンで制作したアルバム、ジルベルトギルでは、英語詩の楽曲が披露され、ブラインドフェイスのカバー、Can't Find My Way Home 等を収録。この頃、ジルベルトはレゲエに傾倒していく。1972年1月、ブラジルに帰国。 同年発表のアルバムエクスプレッソ222 22からはバックイン、バイアやオリエンテがシングルヒット。1975年のアルバムギルイ・ホルヘにはジョルジ・ベンと共に行ったジャムセッションが収録された。1979年のアルバムレアレシーにはボブ・マーリーの歌唱で知られるノー・ウーマン・ノー・クライをポルトガル語でカバーした南朝マイス収録。 同曲はシングルとして大ヒットした。1980年、ジミー・クリフと共にブラジルツアーを行う。1981年には、カエター・ノベローゾや、マリア・ベターニアと共に、ジョアン・ジルベルトのアルバム、ブラジルにゲスト参加。1986年、初の日本公演を行う。東京公演の模様は、 あとにライブアルバム、アオビーボエントーキをとして発表された。1988年から1992年にかけて、サルバドールの市議会議員を務める。トゥーツ、シールマンスが1992年から1993年に発表した、ザ・ブラジルプロジェクト、ザ・ブラジルプロジェクト、ボリューム2に、ゲストミュージシャンの一人として、ジルベルトも参加。 1990年代におけるトロピカリアの再評価を受け、ジルベルトとカエターノベローズはコラボレーションアルバムトロピカリアに発表。両者の新曲のほかジミヘンドリックスのカバー、ウェイトアンティルトゥモローとを収録。二人は1994年6月から7月にかけてアメリカやヨーロッパでもコンサートツアーを行った。ジルベルトは、 早い段階からインターネットに注目していた。1996年4月には公式サイトを開設。同年12月14日には自身のライブをインターネットで同時中継するというブラジルのミュージシャンとしては初の試みを行った。1998年発表のライブアルバムクアンタヘンテベイオバージョンアオビーボアは グラミー賞の最優秀、ワールドミュージックアルバム部門を受賞、ジルベルトにとって、初のグラミー受賞作となった。1999年、美術家のベネー・フォンテレスの監修により、ジルベルトをモチーフとした、アートブック、ギルミ・マッソ、ABO、エティカ・ドゥ・セールが出版された。同書の付録 CD は、ジルベルトが、自作曲のセルフカバーを、 ギター弾き語りだけで録音した内容で、2006年には、ギルルミノソという単体のアルバムとして発売される。ジルベルトジルとルイスイナシオルーラダシルバジルベルトは、2000年公開の映画、私の小さな楽園の音楽を担当し、チネマ、ブラジルグランドプライズの音楽賞にノミネートされたほか、サウンドトラックアルバムは、ラテングラミー賞のブラジリアンルーツ。 リージョナルアルバム部門を受賞。同年、ミルトン・ナシメントとの連名によるアルバム、ギル・イー・ミルトン発表。二人は、エリス・レジーナを介して1966年に知り合い、長年の友人だったが、公式のアルバムで共演したのは、この時が初めて。両者が共作した、新曲、ビートルズやジョルジ・ベントのカバーのほか、互いの代表曲をカバーし合うという趣向も、 含まれている。ラウラパウジーニのベストアルバム、ベリーベストオブラウラパウジーニに収録されている、セアミサイの新録バージョンでは、ジルベルトとラウラのデュエットがフィーチャーされた。2002年には、キングストンで、レコーディングされたボブ・マーリーのトリビュートアルバム、カヤエヌ・ナンデイヤを発表。同作にはアイスリーズや、スライアンドロビー等が、ゲスト参加。2002年、 ブラジル大統領に選出されたルイス・イナシオ、ルーラ・ダ・シルバによって、ジルベルトは文化大臣に任命され、2003年には正式に就任。政治家としてはインターネットの環境整備などに貢献。ジルベルトは大臣としての仕事と並行して音楽活動も続け、2004年のツアーの模様を収録したライブアルバム、アレトラクースティコは2006年の 第48回グラミー賞において最優秀、コンテンポラリーワールドミュージックアルバム賞を受賞した。2007年、大臣就任後としては、初の新曲、バンダ・ラルガ・コルデルの弾き語り映像を YouTube にアップ。2008年には、同曲の別バージョンも含むアルバム、バンダ・ラルガ・コルデル発表を。そして、ジルベルトは、音楽活動が多忙になり、 文化大臣との両立が難しくなったという理由で、2008年7月30日、大統領に文化大臣辞任の意思を表明し、辞任を承認される。同年9月の日本公演では、宮沢和文がスペシャルプレゼンターとして参加し、9月15日に横浜赤レンガパークにおいて行われたイベント一万三馬日白移民100周年記念音楽フェスタでは、 ザブーン等と共に、島唄を歌った。2015年末、第58回グラミー賞において最優秀、ワールドミュージックアルバムに、ギルバートス・サンバー・オ・ビーボが、翌年の2016年第59回、グラミー賞において、同部門に、ドゥアー・ミーゴス、ウンセキュロデ・ムジカ、マルチショーライブがノミネートされた。ありがとうございます。